桃瀬結は、日本の実業家。元日本ビクター社長、会長。ビクター中高の祖。長野県東地区間郡、片岡村、北内田に生まれる。1918年、旧制松本中学卒業。1924年、旧制東京商科大学卒業。住友銀行人形町支店長等を経て、1950年、住友銀行常務。 1951年、鈴木剛士取と共に、借金の膨らんだ東映に11億円の融資を行う。交渉相手は、後藤慶太、後藤昇る親子で、東映再建が失敗していたら、後藤家は破産していたと言われる。1952年、松下幸之助の要請を受け、松下電気産業入社、1953年、取締役就任。 1953年日本ビクター副社長に就任。野村義三郎社長と共に、同社の再建にあたる。1962年から1970年まで、日本ビクター社長。1970年から1973年まで、同会長。同社の経営基盤を築く。5億円の借金を5年で完済。徹底した無駄の排除を進め。 桃ケチと呼ばれた。このほか1970年から FM 東京取締役。1982年12月24日、東京都杉並区清水の自宅で死去。去年85、東京カテドラル聖マリア大聖堂で車窓が開かれた。1967年くん等旭日中受賞。1975年くん2等随法賞、受賞。 1986年マスコミ功労者検証。ABCD、私の履歴書経済人26号頭上る日本、経済新聞社、2004年6月1日、177から178ページ。ISBN4 億5321万 6902X。岡田茂、悔いなき、我が映画人生、東映と、 共に歩んだ50年財界研究所2001年238ページ ISBN4 から8793201611982年12月25日日経産業新聞1982年12月25日日経産業新聞日本ビクター50年史1977年 日本ビクター株式会社1986年6月25日日経産業新聞ありがとうございます。